ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、えっちゃんです。そしてこんにちは、小西美希です。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ久しぶりのコラボじゃないですか。そうだよね。そうですよね。ボンボンぶり。そうですね、ボンボンの部屋ぶりなんですけど、まあね、私たち先日ふわっとね、彼氏がいることを発表した組じゃないですか。そうですね。なんですけど、まあ同じ発表した組としてですね、ちょっとある勝負をしたいなと思いまして。何？いきなりがすごい。いきなり喧嘩吹っかけるそうなんですよ、はい、私たちオセロニアめっちゃ好きじゃないですか。そうだね、うん、でミキポンさんかなり好きじゃないですか。めっちゃしてます、はい、私も好きなんですよ。おお。なのでそこで勝負をして、負けた方は彼氏に関する秘密を一つ暴露してもらいたいと思います。何？それパチパチちゃうよ。いやでもなんか強いっぽい、なんか話を聞いた。あ、でも結構強いと思います。あ、え？でも私も結構頑張ってきたんで。そうなの？ちょっと勝つ自信があるんですよ、私。おー。でも結構私ね、もうガチガチこれかけてるから。待って、不安になってきた。いやでも勝てると思います。鍛えてきましたから。私も負けないように頑張ります。はい。ちょっと今回は、まあ、オセロニアで、自信のあるデッキで、コストを揃えて戦っていくんですけど、はい、ブリーチのコラボガチャをやっているそうなので、そちらで運試しをしたいんですが、なんか内容がね、超豪華らしいので、まあ、詳細はね、ちょっと後で説明するんですが、運試し、早速やってみましょう。おー、楽しみ、はい、まあね、私、ブリーチめっちゃ大好きで、イチゴと、すがやくんがすごい欲しいんですよ。私いちごがめちゃくちゃ好きで、もう数あるアニメの中でもいちごはもう格別。格別。そう、大好き。あ、ちなみにですね、ルキアとか一丸銀とかが強いらしいんで、それ出たら当たりかもしれない。そっか、でもいちごはさ、ログインしたらもらえるって聞いた。そうなんです。まあちょっとおいおい詳しく説明したいと思うんですが、はい、運試し早速、はい、やっていきましょう、はい、まあ10連で1回ずつ引いていきたいなと思います、うん、今回運試しは私からやらせてもらっていいですか。はい、OK です。じゃあいきますね、はい。まあ、今回はマ S のアイゼン・ソウスキ、そして神 S の室谷敏郎、そして龍 S の10銀とかがいるんですけど、まあ、今回10回プラス1回引けるんで、こちらを引いていきたいと思います。はい、うわー、緊張するね。これいつも緊張するんですよね。お願いします。えい、おりゃ。あー、まあ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 、まあね、お願いします。うわー、室谷くん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 がいい。おー、あ、震えました。来ました。マジで来ました。絶対1、2、うわー、やばい、来た。やばい、神引き。すごいんだけど。あ、でもね、はい、まあ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 、まあ、S が1体2体。 あ、でもいい。あ、今あ、はい、ということでまだらめ一角、 A プラスの一角、あとは、はい、長いレンジの A プラス出ました。かっこいい。なるほどね、 A プラスにいるんですね、うん、まあでも S2 個出したんで、私、ね、運は良かったなと思います、はい、じゃあ次が私、さらっとね、はい、ブリーチを引かせていただきます。ブリーチキャラこれで出されたら私マジでちょっとこの神の右手でいっけいっけ、お願い。ルキアでも欲しいな。私2個出してますから。あ、来た。え、確定した。あー、来たよ。でも分かんない、まだ1体かもしれないから、いきます。ミキポンさん、運強い説あるな。いやこれは来ますよ、絶対。誰だろう、もう誰でもいい、好きよ。もう確定、確定だもん。何体出るからな、もうめっちゃ震えた。1、1体。でも、これ、あーあー、あ、やちるちゃんもいる。すごくないですか。え、これがすごい。ちなみにですね、ブリーチキャラこんだけ、まあ、出してますけど、うん、まあ、それ以外にもブリーチコラボということでミッションをクリアするとスペシャルムービーがもらえたりとか、すごい。なんか大きなミッションを2つクリアすると、うん、さらにオリジナルのなんか壁紙をもらえたりとか、欲しい。さらに、うん、大きなミッションを両方クリアすると13万体単位の、プチキルキャマ A プラスが手に入ります。マナ
んだ。はい、そうなんですよ。魔なんですよ、ウルキア。楽しみ。今やりたい気持ちあると思うんですけど、まあ後で各自やっていきましょう。はい。まあ運試しも終わったんですけど、はい。はい、バトルの方で勝敗はつけるんで。そうですね。今のはね、運試しなんで、あくまで。はい。はい、じゃあバトル行きましょう。はい、ということで早速なんですが、今回はコスト190でやっていきたいと思います。はい、はい、でですね、基本ルールはオセロ、そして、どちらかの HP が0になった時点で、勝敗が決まりますので、ここら辺はね、いつも通りです。はい、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。お願いします。いや、どうかな。混合の神特殊でいるとも結構どうでしょうねな気がする。神特徴多めの混合とか。あ、え、待って、HP がほぼほぼ一緒なんだけど。本当ですね。これ結構だよ。あれですよ、立ち回り次第ですね。やばい、ちょっと待って、どうしよう。これでも、オセロニアは、まあ、オセロの駒の引きの運もあるんで。はい。はい。あー、最初から結構攻めますね。出しました。攻めますね。はい。ちょっと怖くなってきたかも。これいい戦いになりそうなんで。おー。はい。思った以上にちゃんとしている。ちゃんとしてます。頑張ってます。すごい、かなり負けず嫌いなんで。これはね、でも私罠来た予想されちゃいそうなんですよね、ある程度やってる人には。パーティーが若干なんか系統が似てる気がします。そうだね。あなたに光の予想動くなよ。はい、ということで特殊ダメージお返ししました。はい、はい、こっからだよね。そうですね、オセロニアはやっぱりちょっと置く場所を悩む結構、はい、お互いにちょっと角を取り合ってる感じがしますね。そうですね。いいとこありがとうございます。うっ解放、うっ、うっ。ありがとうございます。私頭が悪い説。いや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 、こっからです、こっから。そうだね。面白い。うわー、来たね。どうしよう、ここで。なるほど、よくないな。よくないな。これ結構真剣になっちゃうね。なりますね、うん、ちょっと黙り込んじゃいそうになるんですけど。実に良くないけど。案ずるな。うわー、こっからなんだよな。アルテミスが怖い。ちょっとこれでいってみます。そこなぁ、何かなぁ。はい、という感じで、ここでからの、多分いけると思うんだよな。これはいける気がするぞ。あー、もうダメ。ここで、あ、やばい。あ、問い残しした。574。これはもう運が私に味方したとしか言いようがないな。ほんとそれですね。まあ、室谷投資の引いただけじゃ飽き足らず。え、はい、待って待って、ミルク笑ってた。え、はい、待って待って、ミルク笑ってた。なかなかちょっとどこで攻めていこうかを今考
考え中、怖い、ビビってます。え、本当に私は結構ビビってる、さっきの負けがやっぱでも一勝してるから、うん、心の余裕は私の方がある。ある、ある、絶対あると思う怖い。そうですね、はい、うわきたー、これね、強いんですよ、強いのよ、はい、アンドロメダね、かなり際どい。やだ、負けたくない、絶対。でもね、配置は悪くないんじゃないですかね、私今。うん、いい、すごい、打ちにくい、やった。そしてこんなに調子に乗っている私、数分後みたいなパターンもあるんで、ね、そう、本当に読めないから、はい、うん、あー、どうしようかな、やばい、怖いな、どうしようかな、どうしましょうかね、まあ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 、いっちゃいます。お、うわ、やだ、はい、強いですよ、ビクトリア、やばい、お願いします、いける、いける、うわ、またちょっと絶妙な残し方しちゃいました。これは結構際どいな、怖すぎる、あれですね、やばい、ダメだ、うん、そのね、またちょい残し849残すっていう、なんかさっきと同じのだな、なんか流れがなんか似てますね、やだー、サチタイお願い、あ、これはね、私が 846? はい、で最後の特殊ダメージがめちゃくちゃ強くて、もうワンパンされちゃいました、そこで。でもそこでワンパンできなくて、ミキもちょい残ししちゃったら勝ってましたね。そう、はい、うわー、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、いい戦いすぎたんですよ、ね、なんか久しぶりにこんなガチの戦いしたんでテンション上がっちゃって上がる楽しい、やっぱりこれまたやりましょうね、やろう、てか終わってからもやりましょう、やろう、本当にあー、こんな笑ってますけど負けました、はい、勝ったー。ということでね、えっちゃん、はい、自らこの罰ゲームを持ってきたでしょ。そうですね、で、負けたのはどっちだったかな。負けたのは私ですねはい、ということでね、えっちゃんに暴露してもらおうと思います。マジかー、オラハくんごめん道連れや、うわー、なに、気になる。ですね、オラハくん、ハゲを気にしてですね、薬を飲んだところ、ハゲではなく体毛が濃くなるという事件が起きました。えあのですね、まあオラハ君は私より年上なんですけど、うん、ハゲというか抗体が気になってて、うん、ここのね、はいはい、うん、あの薬を飲み始めたんですよ、そのハゲ予防の薬とか、うん、ガチのやつ、そう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 、毛がね濃くなるとワクワクして飲んだところ、うん、数ヶ月後、あれ、指の毛がボーボーになってる、すごくない、太ももの裏とか、うん、この足の指の毛とかもビヨって伸び始めちゃって、なんででもハゲはそんなに変わってなくて、うん、え、じゃあそんなにっていうことは一応ちょっとは産毛がふわふわ生えてる、え、すごくない、え、私も見たら体毛濃くなりますよ、体毛は嫌だけど、え、でも髪の毛生えるんでしょまぁ、ちょっと生えるんですけど、本当に体毛が尋常じゃないぐらい、え、すごい、面白いツルツルだったんですよ、移植しなよもうさ、ここら辺のいやー、もう完全オルハ君を道連れにしてしまったんですけど、いやー、ありがとうございます、まあ、ですまあね、今回あの2人でね、対戦めちゃくちゃ楽しかったんで、今後見ている方がオセロニア始めた場合、あのミキポンさんとか私とかと、ね、マッチングオンライン対戦あると思います、うん、まあ、もしかしたらその時にミキポンさんがまた代償を置いて、やだすごい嫌だする可能性もあるんですけど、まあね、皆さんね、気になった方は始めてみてください。しかもあの今日からブリーチコラボということなので、皆さんそちらね、気になった方は概要欄のダウンロードリンクから、はい、はい、ということで、こちらの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。